ねえねえしみ、7月20日、今日はハンバーガーの日なんだって。1971年、昭和46年の今日、東京の銀座の三越デパート1階に、マクドナルドの日本第1号店が開店したんだって。それで7月20日はハンバーガーの日になったらしいよ。何何？最近ヒーローもののハッピーセット発売されなくなった？確かに嫌な感じだね。ん？何の音？爆発？行ってみよう。ここが地球、3000万年前と変わらないな。子供市村は、土がつくくらい田舎。そう、土田舎。だから3000万年前から特に進化していないのだ。あ、誰かいた。誰だろう。かっこいい。誰だ？シミ、どうしたの？待って。この村にはトリガーがいるはずだ。こんにちは。かっこいいですね。ウルトラマンですか？なんだ。お、僕カッパくんです。よろしく。消えな。え、僕透明になる能力とか持ってないんで消えることできないんですけど。トリガーはどこだ？トリガー？知らないのか。ならさっさと消えな。はい、ごめんなさい。トリガー、絶対に見つけてやる。美しい、なんて美しいお方。しょっちゃん、一瞬で恋に落ちましたよ。さっきのお方、トリガーを探しているって言ってましたね。カッパくん、トリガーも知らないんですかね。呆れちゃう。あの銃を撃つ時のボタン、いや、テレマが8月号の付録かな。美しきお方、しょっちゃんが今すぐお届けに参ります。ああ、暑い。暑すぎる日本の夏。しょっちゃん、こんなに暑いのに今日も全身タイツ。元気だなあ。ああ、見てるだけで暑い。ゴッホン、そこの美しいお方、トリガー。トリガー？トリガーはどこだ？はじめまして、私ショッカー戦闘員かっこ骨のしょっちゃんと申します。お前、さっきの役立たずじゃないか。え？違います。さっきの二頭身のお子様とは全くの別人。確かに見た目が違うな。でしょ？こっちの方が顔が小さく、手足が長く、ナイススタイル。黙れ。黙れません。先ほどのお子様と私の違い、それは。早くしろ。それは。いい加減にしろ。死にたいのか。え？それは、トリガーを知っているということ。何？お前トリガーを知っているのか？もちろん。早く教えろ。その前に、あなた様のお名前を教えてください。トリガーの居場所を聞いたらお前は始末する。名乗る必要はない。じゃあトリガーを教えるのやめよっかな。面倒なやつだ。仕方がない。私の名前はカルミラだ。名前聞けちゃいましたね。ああ、一気に距離が近づいた。早くしろ。素敵なお名前ですね。さあ参りましょう。ついてきてください。こちらです、カルミラ様。これがホモサピエンスの作り出したショットガンですか。人を傷つけずに喜ばせることのできる銃、素晴らしいですね。あなた、しょっちゃんのもの勝手に触らないの。申し訳ありません。つい感動してしまって。これの良さがわかるの？はい。あなた名前なんていうの？進藤凛太郎、仮面ライダーブレイズです。嘘、本物？はい。何をしている？早くしろ。トリガーはどこだ？え？しばしお待ちよ、カルミラス様。後でサインちょうだい。とりあえずここからは一旦消えてくれない？今あの人といい感じなんですね。後でこれたくさん触らせてあげるから。いいんですか？ありがとうございます。では後ほど。本物？本当に本物？ご本、カルミナス様、大変お待たせいたしました。こちらがトリガーです。お前ふざけているのか？え？ふざけていません。至って真面目でございます。こちらの商品、この部分、これがトリガーでございます。バカにしているのか？失礼な。
これはトリガーというものです。本誌の付録の説明にも書かれています。ほらここ。ちなみにこちらの商品で遊んだ動画、はい、こちらです。よろしければご視聴ください。お前みたいなものを信じた私がバカだったよ。もういい、自分で探す。カルミラ様、カルミラ様の探しているトリガーはこれではなかったのか。謎大きいお方、ますます魅力的。カルミラ様、ついてくるな。どこまでもついていきます。それがたとえ地獄の果てだったとしても。とうとう来たのね、カルミラ。